はいえー、ひとつきまんさつ清水です、えー、いろんなメディアで当初から言われていたことではあるんですが本日はですね安倍晋三さんの警備計画がなんでこんなにおかしかったのまあ一言で言うとですね、えー、とやってくださいと言わんばかりのあの状況だったんですよ。でこれは安倍晋三さんの警備問題に関しては当初からですねあのフライデーとかねそういうところがですね警備のプロがね あのなんで、えー、銃撃をふさけなかったんだとかっていうことはですねこう書いてたりしてたんですよね。えー、だけどあの最近になってですね産経新聞とかがですね大々的に取り上げるようになりまして、まあ、これに関してはですね、まあ、少なくとも、えー、奈良県警の所長、えー、そして、えー、警察庁の所長、えー、警察庁の長官ですねでそして国家公安委員長 あの絶賛統一教会とあのズブズブだったとされている二之湯国家公安委員長とかがですね即日辞任あまあ戦前だったら一子滞在をもって車種奉るというです、ね、あのぐらいの勢いで切腹もんやなっていうふうにあの私はあの思うんですけどあのなんでこんなにずさんだったのかっていうのがあまりにも不思議なので、えー、ちょっと安富さんと、ね、話をしていきたいなというふうに思っています安富さんよろししくお願いします。 はい、えっとまず、ですねこの産経新聞、警備体制直前に変更されたうんぬんのところの,です、ね、この安倍さんを取り巻くこの写真ね、ね写真、図があるじゃないですか。うんうん、えちょっとこれ、普通に考えてさ、えー、っと、後ろから開きやでっていうっていうのと、えー、警視庁の SP と奈良県警の警護員が後ろに立ってない。 っていうのと、そもそも、なんかあの、歴史に畏怖はないんですけど。えー、これを私があの見て思ったのはですね。おえー、桶狭間の戦いを思い出しましたね。<laughs> お前ね<で>。<laughs> なんでこんな不利だところにじん取ったんやってる。<laughs> あの、なんでこんなところにいたんですかっていうですね。まあ、あれはいろいろ、まあ、考察があるんですけど。これもさ、だって。こんなとこいたら、逃げられへんやんっていう。<laughs> うん いやーだから、すごい不のは、その前日の岡山にさ、あ行ってたわけですよね、うん。そうそうそう、前日の岡山県に、あの山上容疑者が、えー、行ってですね、撃、うん、てるか、撃てないか、どうだ、こうだっていうふうにですね狙ってたわけですよ。うんで、その時は警備が強かったから諦めた。うん、で、えー、地元の奈良に来たら、ガラガラやん。いけるやん。うん、いうんですねこうなったわけですよ。 これはちょっと、何なん,なん怖くねこれ、どうしてこんなザラザラになったんだ,だって、まあ、一応、理屈としてあるのは、ですね長野県に安倍さんは行く予定だったんですよ。だけども、<laughs> 直前にあの奈良に来ることになったんですよね。で、それは何なのかというと、ですね、えー、松山三四郎さんというですね自民党の候補がいたんですよね。 で、はい、この人がですね、あの文、ー、春法を食らって、ですね、えー、不倫、しかもまあ、不倫なだけじゃなくて、もっとなんかおぞましい、いろいろあれやこれやというふうにです、ね、あのー、ちょっと,と山崎宅感がありました。えろ卓ね、エロ卓感がありましたね <laughs>、はい。あったんですけど、まあ、それがあったんで、あもうあかんなあいつはと、もう三四郎あかんわと、松山三四郎はもうだめやっていうふうに。 えー、なってですね松山三四郎、見かけたんですよ、自民党は。<laughs> でまずこれ、すごかったんですよ、文春は選挙前にあの不倫話を持ち込んだだけではなくて、デイリー新潮が同日にです、ね、900万円こいつ踏み倒そうとしてたねっていう、<laughs> こう、もう、かたね。女っていうのですね、文春と新潮、ダブルパンしって食らってですね、こあんなあんなに。 でただの現職じゃないただの候補でよくそんなに厚遇るとたもんですねいやーすごい厚遇されていましたねでそれで選挙が終わってからですね、えー、選挙後にねちゃんとあのお詫びするというふうに言っていたんですけども記者会見で何と言っていたかというと議員の資格はありあると思いますかっていうふうに問われたんですよ、うん、でそれに対して松山さんですね全くありませんっていうふうに言 <laughs> <laughs> ってま おイサよい潔、松山も後ろ、認めたんだっていうふうに <laughs> あのあの思ったのが、まあ偉いんだけど、この人の下の問題と金の問題のせいで、安倍さんが、あのい,いっ,ってもしょうがないと、じゃあ、どこがいい、どこがい,いっつって、激戦区のちょっと奈良行くか、うちの高市早苗の地盤でもあるからなっていうことで、うんえー、まあ、行ってで、急に変わったわけですよね。 急に日程が変わったから奈良県警としてもびっくりして、うん、でどうしたらいいどうしたらいいっていうふうになってでそれで、えー、残念ながらですね、あのーまあ、警備がずさんだったという話があるんですけどうん、うん、にしてもずさんすぎるやろ、うん、これな,んなん謎ですよね。 でしかもあの、安倍さんはですねこのガードレールの中にいて桶狭間にいたわけですよ。ねうんうん、こんな逃げにくいところ守りにくいところ行ってどないすんねんっていうふうに思うんだけどもこれも、ね、TBS の報道によるとですね直前にそこに入れっていうふうに誰に言われ奈良県警。けけあそっちの箱に入れそうっていうふうに。 ね、で最初はどこででれ,れたんですかえっと、ね、最初はそのガードレールの中には、あのいる必要はなかったんです当時、えーあの、安倍元首相の、ねあのーえー、警備を務めていた奈良県,あななな県の,あの警官のうち一人が演説の直前、安倍元総理を後方にあったガードレールの外側から内側に配置を変更、主な警戒の方向を後ろから前に変更していた。 これがあの、あれでしたよね。決めてです。決めて。逃げられ。うん。だから、これ、あの。あれですけ最後の、いや。一人が。一、うん、人が。あの。うん、移動しちゃったんでしょう。ん。さあ、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 さあ。で、これ、ガードレールの外にいればさ。うん。ひょっとしたら、その。さあ、俺に飛び出してきた。うん。 山上容疑者に気づいたかもしれないでね。中に入っちゃったらさ、うん、一瞬遅れるじゃないですか。気づきにくくなるしね。でも、このなんていうかな、なんでこうずらりと一列に並んでるのか、ね、後ろ。そうなんよね、これ。<laughs> でこの人らが例えば一人でも後ろを向いてたらさ、防、うん、げたわけですよ。そうようん だけど、うん、誰も後ろを見てないっていうのは、もう警備、ありえないよね。警備する気があればね、うんで、気がなかったっていうのがやっぱり問題だと思うんですけど、いやこれ、実はですね、すごい結構昔の話なんですけどね、だいぶ前なんですけど、あの警備会社をですね私、雇ったことあるんですよ。ほうほう。 警備会社とあるじゃないですかいろんな会社がねあると思うんですけどもあのそういうところをですね私あの雇って、まあ、私が講演したんじゃなくてイベントで雇ったことがあるんです <laughs> でその時私はあの2名雇いました元警察出身のいやすっごいがたい人やったよ<ー> <laughs> がたい,い,い人となんか ちょっと細身ですらっとしてて引き締まった体の人ででも目つきがギラってしてる人がねあのいたんだけどもあの、うん、それね、えー、その時に、えー、まあ階段ねあの控え室から、えー、そのイベント会場に行くまでどういうふうに行くかっていうとまず先にドアを開けるのも警備会社の人が開けてうん、うん、で確認をしてで 2人セットで、こう、あの、前後をちゃんと注意しながらね、その、でそれでこうやって移動していくわけですよ。で、ちなみに、あの、私がイベントを開いたっていうのは別に安倍元首相を読んでとかですね、そういうのではな,ないんですよ。すごい昔の話なんですけども、そ,そ,そ警備会社2人雇うだけで、それぐらいちゃんと警備するんやで、でうん、安倍元首相やで、何なんな、うん、この、だからこれ、 アルソックとか雇ってたら。捨てげてましたね。捨てげてたやろ。<laughs> っていうレベル。本当なんなん奈良県警の。奈良県警。うん。なんていうの,そのちなみにあの私が雇ったのはね、その当時セコム。ああ<ー>。だったんだけど。ええー、え。しかも、あの。 もう珍しいからさ、どうもどうもありがとうございますっていうふうに挨拶して、えーで、なんでセコも入ったんですかとかで、ね、まあ、私聞くからさ、あの入ったんですかとかっていうふうに聞いたら、いや、警元警察でね、いろいろこうやってたんだけども、民間でこういう警備をするのとかもね、あのいいなというふうに思って、運転ぬかんとかって言ってて、いや、だからやっぱ、警察、元警察なだけあって、 しっかりした、うんだけどさ元警察でそれやで元 <laughs> 現役じゃない現役じゃないやでいや確かにガタイもでかかったしいや僕柔道やってるんですっていう人となんか空手が好きっていう人が2人来たけどでもそれもさ別にセコムとかに頼んだ時に大変重要な人物だから特別な人を送ってくださいとかって言ったんじゃなくて念のためお願いしますとかって言っとら手やで別になんか その警備会社の中でも腕利きを用意しましたとかじゃなくってお任せでよろしいのって言って普通の人が来ただけやで言うたっけど <laughs> 通常料金で通常料金で普通の期やでっ <laughs> でそれでだからおかしいいやもうどういうことやろ今本当にこのね警備体制は、うん、あのもう全員 軍なんじゃなないいかって勢いですよこれ。ああ<ー>しかもさこの産経新聞の記事のグラフ見たらさ、えー、グラフっていうか図見たらさこれ、うん、候補者守ってるやん候補者。奈良うん、うん、県警の警備員と警視庁の SP がさ候補者守ってんねよ。はい、いいえ守るのは。<laughs> <laughs> 安倍さんじゃないんですかとか。<laughs> いや、なんかもうこれ。えっと、全員。ちょっとこの候補者、誰やったんや、えー、っと。えっと、なんか通ってはったよ。候補者、えー、な <laughs> 喜ば喜べませんって言ったの、安倍話ああ、なるほど。えー、っと、自民党現職議員の佐藤さんか。なんか危なかったらしいね。ああ<ー> <laughs> なるほどね。ででもそのなんていうのでもこれもね、うん、その守らないといけない人が2人いたらさ、うん、一気に弱くなるじゃないですか。そのやっっぱくっつけないとねではですね奈良県警がこの佐藤さんを安倍三よりも守らなければならないというぐらいですねえー、黒い噂の絶えない人なのか。 <laughs> ちょっと危な,い人危ない人なのかどうかっていうのをですね、ちょっと公式のホームページのプロフィールを拝見させていただきましょう。はいはいはい。いや、なんか日本の新しい力、日本の新しい力、日本の新しい力っていう主張が。いや、もうなんかあのホームページ見たら、<laughs> 日本の新しい力、日本の新しい力、日本の新しい力。<laughs> ついてるついてるついてる,いてる、はい。なんかね、そうしかもな,なぜか日本の新しい力っていうところに、 英語でチャレンジチャレンジチャレンジ,ってこジャパンニューパワーとかじゃなくてチャレンジチャレンジ、えー、ではですねこの方、えー、昭和54年生まれなのでもうほぼ私と同い年ですねで、うんえー、奥さんがいて長男がいて趣味はテニスでマラソンで座右の銘はなせばなる えー、プロフィールはサラリーマンのご家庭に育った後に、えー、奈良県で生まれてお東京大学経済医学部を卒業されて、えー、総務省に入って地方自治体に勤務をされてカーネギー・メロン大学とかに留学をされたりしてですね首相官邸で内閣総理大臣の補佐官を務め秘書官を務めでそれで当選されたと。ちょっとあの初,入初当選37歳なんで。 えー、もし、この安倍さんよりも奈良県警がこの佐藤さんの方守らへんとやばいんやわーで、さらに言うと警視庁も、佐藤さんも恨み勝ってるからなーっていうふうに思うほどの悪いことをするだけの時間もないんじゃないのかなっていうふうに思うん、ですよねんんーないよね。ないやろ。ない。このなんていうか、奈良県だからって、この奈良の鹿を撫でてる写真が。 なんていうか、<laughs> <laughs> まんまですま <laughs> なんですけど、うんこの人、佐藤慶不祥事で検索し名を不祥事を起こ、えー、す暇はまだないで、今からやで、ここれからこれからこれからですよ、これから。ないやろ。ないっすわ。 漠然っってたってやたこことですねこれそうねうん。いやもう本当にこの警備体制は佐藤さんの方が凄まじい悪恨みを買っているか、えー、全員がグルだったんですかっていうふうに疑うレベルのあのものなんだけどうんまあ、まともに考えると意思疎通ができてなかったんだろうね。 長野に行く予定だったのが急遽あの奈良に変更されたから、えー、安倍さん君のどうなってんの、こうなってんのっていうふうに、なったんだろうな。まあでもこれ見たらその、そ茂木さんがまず来てて、森吉郎茂木さん、茂木の例もあのあ、うん、<laughs> 自民党あの組織的には書すみません。<laughs> それ茂木や茂木。茂木茂木さん。茂木さ,さんは脳科学者の人。 か,あれかてん三浦瑠麗をすごくかばっている、あのー、人。うん、<laughs> 農科学者ちゃうで。物理学者やで。物理学者やで。あんまりまあ、いいや、もモテぎさん。あもモテギさんが来てるのね。モテギさんの時も警護して同じメンバーでやってるってことは、モテギさんの時もこういう感じだったんですよね。だからい,いつもこういう感じでやってるみたい。なるほど。うん、なるほど。 であのちょっとあい若干人数を増強した、ほぼ同じ。若干。若干で、まあ、一応だってさ、その茂木さんのほうのほうが一応幹事長やから、うんうん、それより元首相の方が若干増えてるっていうのは、別にバランスをそんなに欠いてるとは思わへんけど問題はだからこう、やる気がない。そうねうん でなぜやる気がないのかっていうと、うん、まあ、その、政治家が打たれるという事件打たれるっていうのはないよね。<の>戦後、この社会党だったっけ、浅沼、<ー>稲城、あの人が、あのあれも刺されて亡くなってるからね。そうそうそう。しかも前から来た。で。うんうん だからその政治家がその打たれるということはですね、想定されてないんだとん、うん、まずね。何してもさ、あその、あのー、刃物で襲ってくるとかいう可能性もあるかもしれへんけど、うんうん、そ,そういう危険性はまあないだろうということですね、まずね。で、にしてもさ、<laughs> 鷲みさんが取ったその民間の警備会社普通、うん、コースでもちゃんと後ろとてみたかった。やる気ないよ。やる気ない。やっぱりやる気ない、うんで。なぜやる気がないかっていうと、うん、そう関心がね、うん。 聴衆の,の前の方うから、うんあのー、安倍やめろみたいなことを振かざす、うん、左翼とかにやっぱり敵意があるん、後ろから忍び込んできて、本気で打ってくることなんかないやろみたいな、それとかだから、長年の前例を踏襲だから、そうですよね。 これはだから、政府警官がいないか。うん、うーん。<laughs> でも、生存警官がいても、前向いてたらダメ。一緒うん。一緒ややっぱり、なんといっても、その、警護っていうときに、後ろを守るっていう。後ろを守らなくていいって思うのってうう。<laughs> そこって結構、びっくりですよね。それは、あのー、 あれじゃないですか、うん、例えばだから国債の発行償還、うん、に,については考えない、うん、日本銀行の膨張日本銀行の破綻については考えないとかっていう同じ思考を変えるなんじゃないですかね多分それすごく分かりにくいと思います <laughs>、うん、ダメかダメ じゃあと言えばいいのパパ活吉川議員が18歳にお金渡して4万円でちょみちょみやっちゃったけどバレるわけないやろっていうぐらいのずさんさ <laughs> こっちの方がわかりやすいですちゃんとそのひょっとして日本万しか動かせへんねん国会議員のくせにとか言われて、うん、ネタにされたら困るなとかいうのは考え,、うん、考えない考えない考えないそこでそのじゃあちょっと多めに渡しとくかとかそういうのやら考えない <laughs> う,んうんうん で,ね、でもやっぱこれやっりあれだと思いますよ、うん、あの立場主義、警官とかが本当にこれを守らないといけないとは思っていないそうね、守らないと思ってないんじゃなくって、私はここに立っているのがお仕事だって、そうそうそう、そう私の手役はここに立っているの、あのそれでてすみたいなすいません、すみません、安富さん。 はい私ですねあのー、大学生の時、うんえー、コンビニのバイトをやっておりました、ええ、今は泣きサークル K というコンビニのバイトですねでコンビニのバイトをした時にですね深夜のバイトまあまあ田舎のね滋賀県のまあ、草津市言うても東京なんかと比べても全然田舎ですよ、うん、でそんなところで深夜なんてほとんど客来編へんね 開けるだよなでで客来へんけど、まあ、一応ねこう立ってる。うん、で掃除したり商品並べたりとかするけどまあまあ立ってりゃいいんやろ客が来た時に立ってりゃいいんやろ俺とそうしたらここ立ってたら給料もらえるんやろっていう気持ちが半分、はい、あるのともう一個は、まあ、お金もらってお仕事するんやから、ね、ちゃんと、えー、おおいらっしゃいませってこう言ったりね。 あのちゃんとお客さんかいらっしゃいませっていうふうに言ったり、えー、まあパンを並べるときにさちょっと崩れてないように並べようとかさ何かそういうお店に雇われてるんやからお客さんに対してっていう気持ちがちょっとあった18歳の時にねはいはいはいでもさつまりそのコンビニのバイト以下の感覚で立ってたってことだよ <laughs> そ,うそうですよねきっとああ,あ,あここで立っ,て立ってた給料もらうんねやろはいみたいなうせえん 立ってるから。うん、で、だってさ。後ろに三人いるじゃないですか。奈良、うん、県警の警護員と。警視庁の S. P. と。直前に、あの、な、うん何でかしら、中に入ってきた、奈良県警の警護三、うん、人いるじゃない。一、うん、人ぐらい後ろ向くよね、やっぱり。うん、その警護だと思えば。うん、まあ、そうだよな。まあ、っていうか、うん、あと、あの。この。 支援者関係者かなこの、何人かいるじゃないですか安倍さんの後ろにね、うんこれ。これも、まあ自民党関係者だと思うんだけどね。この人たちもさ、安倍さんが来たっていうふうに思ったら、ちょっと後ろとか警戒しますよね。しないのいや、仮に、あの、うん、安富さんがですね、LGBT に関するイベントを開くと。ああ<ー>。このリアルでね。 で LGBT 問題っていうのは反対されてる人もいるじゃないですか。デリケートの問題ですよね。で、それを私が主導でやるんだったら、もともとこんなところに立たせねえよっていうのは大前提なんですけども、あちょっと気にしますよ、こうやって。いや、ちれ大、良さんじゃないそら、良純さん大丈夫かなって、変な、あと次に考えるのは、変なファン。あの 変えてくるんじゃなくて、<laughs> 私は即座の方好きだよ、即座座座を言って、全部十0万円以上買ってて、カッパもしたんです、拍手しください、ムチューみたいな話が <laughs> 来たら困るでしょいや、だって、うん。これだから、アイドルの警備以下だよ、そういう意味で絶対そうやね。いや、もう AKB ではもうちょっといい。AKB の方が厳重だよ、どう考えても。どう考えてもさ、もめっちゃ襲われてはったしな。だってさ、この AKB が、まず仮にここで、 えー、えあの、考ましょう。<laughs> いや、たぶんこの歩道の所にびっしりあの係員が立ってます、ね、係員が立ってるし、もうぎゅうぎゅうになってるはずですよ。うん、そうだね。うん、絶対そうだよ。AKB とかいかやで。いかや、どう考えてもい,いかやわ。いや、もう最近は元気 AKB じないけど、いや、仮に。うん 美のライブだとしましょう、ゲレラライブだったら。ええー、<で>周りおるんやろ、これ、どう考えても。広ーひろみのロミのゲレラライブだったの,、ね、あの歩道のほうに、ん、芸能プロダクションの雇ったバイトの人がね、うんうん、これやってガ何十,人何十人か並らって立ってんちゃう。<laughs> そうや、ね、<laughs> で。出なかったら絶対押さえられもんもん。<laughs> だから私が安冨さんで LGBT に関するイベントを開催するって考えた時以下の意識ですね、明らかにそうですね。そうやね、絶対そうやね。うん。後ろガラガラってのは考えられないと思うよ、うん、やっぱり。うん、せめてさ、自民党のこの人、うん。後ろに立ってればよかったね。うん、で、なんで後ろに立ってへんかって言ったら、 もうこの人たちが考えてるのはさやっぱりその野党のやつらが来たときにタックルしたるぞぐらいのことしか思ってないから、うん、それも思ってなかったんじゃないかなあ思ってないボあーんですかボワああとあっただけやろこれあ<ー>いやだからもうこれはだから偶然こうなったあるいはそういう泰富さんの意思いいあ<ー>要するにその意思がなかったっていう問題考えられるのは <laughs> えー、ぼーっとしてた以外だと全員グルなんかっていうぐらいお前マやねもう,もうそれしか考えられないよこんなの <laughs> 山上さんとグル <laughs> いやそれぐらいの勢いやであや,いやなんかさ統一教会に関して安倍晋三は例えばだいぶか関わっていたとでそれは岸信介の頃から関わってたんだとんねっ であまりにも関係が深くなりすぎてきたからちょっとあのしかも反共産主義の砦っていうのもあのもうなんか最近ちょっとダサいし入らなになってきたとだからうん、うん、自民党のしかも岸田さんは、まあ、統一教会のね方に今のところあんま関わってないからあっちに取り入れるためには政敵を倒してやるよっていう密約が実はあったんとよーとかっていういやこれもあ<ー>ただの,あの妄想ですけどなんか考えたくなるぐらい ぼーっとしてはるなお<ー>でもね残念ながらねこういうねアホみたいなことが起きるとねみんなねそういうことを考えたくなるんやけど現実というのはですねみんな単に気が抜けていただけっていう <laughs> いそんな気がするなああいや AKB 以外やであ<ー>まあ普通に考えて安富さんはいちょっとイベントやりましょうと LGBT に感謝ですよと、うん、ね で、こんな人たちに負けるわけにはいかないってね、あの叫ぶんですよ。LGBT やったら、がクソッとかって叫ぶ。いろいろ開きましょうと。会場はここですっていうに言われて、うん、立たされたら怖くねいやいや、ちょっとかっこいいじゃん。怖くね <laughs> あ、これあれやね。これ、これ写真うん。うん、あんその日の写真かな。これうん、うん。ね、それどやどれやえっと、うん、あれ。 ちょっと変なでないいやまあその当日の写真を見たらですね,ねどうやったらいいちょっと待ってねあこの写真ね有名な写真ですねう,ーんうんこれ見てるとやっぱりっボーっと立ってあるよ確かにあのそらくこの黒い服を着た人たちが安倍さんの横にいるのがなんかこう人ですけど、まあ、確かにボーっとしてるな ボーうん、ボーってたっだろうたうん。だから、安倍さんの演説を聞き入っているという感じでもないですよね。<laughs> あまりにも名演説すぎたから、警備の人たちが話を聞き入ってしまってっていうわけでもなく、なんか。棒、うん、ってたんだろうそれでは次に恐ろしい問題が。たまたまですと。 そういう能力がない人はたまたたままだったんですとなので、えー、もう次から気をつければ大丈夫ではなく全員ボーとしてるんやったらどうしようっていう問題です。うん、あれじゃないですかねその立場上の仕事をするとですねそ、うん、んなに気合が入っててもボーッとするんですよ。へ すいません、ね、ちょっとそのあの私立場上の仕事っていうのがどうしても分からなくてう <laughs> ーんとえっ、ー、となんでしょう私は仕事は一生懸命仕事をするかですね一生懸命サボるかどっちかに頭をフル回転させるので、えー、ボーっとするってどういうことなんそれ立場上の仕事をするとボーッとする 自分ではやる気がないじゃないですよ、ねうん、そうすると、うん、そのやらないといけないことは何かっていうふうに考えるわけです。ちなみにここに私、一つ告白をしましょう。安取さんと一体何百個動画を撮っていただろうかというところがあってですね、はい、安取さんの言われる立場主義というお言葉考え方。 あれね、知識としては理解できるんですけど <laughs> 全く共感がこう <laughs> 湧いてこない立場上頑張るってだからさこ<な>うでしょうな何,何っていうのがあ,のありましてはい教えてくださいあのー、いやそれで、ね、私の立場どうなるんですかって清水さん言ったことあるうん 今一生懸命記憶を <laughs> これね <laughs> 日本のサラリーマンは一生懸命記憶をたどるなんて15分ぐらい前に言ってるの15分 <laughs> 15分に1回ぐらい言ってるんですえーっとじゃあちょっと質問を切り替えて「<laughs> 私の立場はどうなるんですか?」って言われたことがあるかどうかっていうのを切り替えましょうあそれは切り替えましょうはいはいあるでしょう えっとね新卒の頃はい営業行ってつ社長じゃない人ううんんはよく言ってたうんうん、うん、言ってたねで、えー、私はそれが何回言われてもですね何を言ってるのか分からない <laughs> ちょっと待ってちょっと今の商売の話と関係あんのかなこれっていうふうに分からなかったんてえー 私は社長以外と話さなくなったんですよ、営業って。はい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 。うん、そうなんですよ。だから、確かに、かすかに、もう20年ぐらい前の記憶に何言ってますけど、なんかあのおっさん、なんかよく分からんこと言ってたなっていう。それ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 、そのれそれよく分からんやつそ。そのおっさんを思い浮かべてください、まず。誰か誰でもいい具体に。NTT の部長さんやったな。 その人を思い出して、その人をですね、まず服を脱がせて、あ脱がせなくていい。<laughs> LTT の, <laughs> のバッジを外し、LTTDCD4 の人ね。その人のバッジを外し、警察手帳もさを持たせてください。もうん、うん。その方を、その奈良のガードレールのところに立たせてください。すごい違和感ない。<laughs> いそう、いそう、いそう、いそう。うん そこに山上容疑者が現れたとき、どう反応すると思いますまあ、わっって感じです <laughs>。<laughs> びっくりするだけかな <laughs>。<laughs> だよね。るい聞いてない、聞いてないからとか言って。うん、聞いてないよ、君が来るとこに。聞いてないで聞いてるわけないやろ、そんなもん。<laughs> ルパン三世じゃねえんだからさ、ゴル聞いてないよ、みたいな。<laughs> ああなるほどね。でれでとばーって打たれてだべさんが倒れるとするじゃないですか。うんうん、その瞬間そのおじさんはなんて思うと思いますこれはねちょっと異星人の思考を読み解くぐらい大変なんですけど <laughs> えっとまず想像があまりにもつかないので私が警察官になって使命感に燃えていたと仮定しよう。ははいはい、はい、でその場合はまずこういろいろ見渡して。 ちゃんとやってて、それでも防げなかったら、えー、たれた瞬間、なんだろうな。えー、まず考えるべきことは、すぐ救急車を呼んで、えぇ、ー、捕まあ、命の安全プラス、まあ、山上容疑者にタックルかまそうっていう、こう、実質的な動きを考えると思うんですよね。<ー>で、立場上、その考えてる人だと、思考停止になるんじゃないかな。そうそうそう、うん、思考停止になると思います。うん でその時考えてることをことを言葉にするとですね、うん、俺の立場はどうななるんだなん全く理解できないけど、そうなの。<laughs> そんなどうでもええことよりも、もっと健全な損得で動いた方がいいと思うんですけど、ね、そうなんですよ、だ健全な損得とは関係なくなるんだよね。うん まあ、例えば、だからさ、あの、あの、リークワインが来たけど。うんうん、リックワイン。日本の首相。あの、そうそう,そう、リークはシンガポールの。シンガポールの。首相でね、もう、前、前、独裁者みたいな人やが、うん、うんうんうん、ちなみに、リークワインは。結構、本を読んでて。いいな。素敵だなっていう、私が勝ちが。す <laughs> <laughs> すげえ、独裁者だだっていう。あれ、っ物。あれはね。<laughs> <laughs> はい。で、彼が、だから、うん、日本の、こう、ルックイースト。うん、ね、その。うん ヨーロッパばかり見ないで日本に学べという,ふうに言った、うん、そのそれについてのインタビューがあってねうん、うん、そのなんでそんなこと言うようなったかと思うようなったかっていうと、うん、そのシンガポールに橋建てると今でのでこう日本とかいろんなコンペが来たわけよシンガポールと要すにマレーシアをつなぐ橋ですかうんレベルパー来たわけよ、うんうん、それでその入札してでみんな一生懸命営業してさ、うんうん やったんやけど、その日本のその勝者がなんか負けたのね。うん,うん,うん、うん、そしたらその担当者がですね、うん、その自ら命を絶ったんです。あっえ？なんで？のでリーでリークアンはものすごいショックを受けたけど、同時 <laughs> に私はそこまでね。うん 仕事に命をかけるっていうことで感動しましたというわけ。えいやいやそれは多分陸斐さん誤解。誤解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 なんですよ。でそれでじゃあその人は陸斐の解釈は、うん、もうそのプロジェクトに命をかけていてですねこれが果たせなかったら私はもう生きる価値がないいうぐらい。 ぼっ死でやって、うん、それが破れたのであもうこれは私にはもう生きてる意味がないと思って自ら命を絶たみたいなそういうストーリーを考えたのかなっていう気はするんだけど、うん、で中国人的にはありえないんですねそういうことする人はね、うん、でたまにいたら英雄になるた人民労働英雄になったするんだけど。うんうん <laughs> そのサラリーマンの人が何を考えたかっていうと、うん、もう私には立場がないと思ったわけですねああもうほん本当に実感できない <laughs> <laughs> 安富さんの本の「複雑さを生きる」とか「経済学の船出」とか <laughs>、えー「貨幣の複雑性」とか、うん、そういう本私よく紹介するじゃないですかうんね でもジャパン・イズ・バックとかあんま紹介してないでしょ。あの知識としては入ってくるんだけど。<laughs> 何言ってんのか分からへんねん。何言うてんねんよな、もう、こういう人がおるやーみたいな顔 <laughs> あの。私が理解できないのは、あの不登校、ね、学校に行けないのに、無理やり行かなあかんと思って行って、それでいじめられて悩んでるっていう。 悩みとかに関しても、今回、うん、何引くんみたいな、一番勝ったらええやっ立場上なんですよ、立場上、恐ろしいわ本当に。でもだからそれでその自分一人の立場だったらまあその自ら乗っちゃったりしなかったと思うんけど、うんうん、多分自分の上司、い、うん、そうね、取引先、会社、多くの人の立場が失われるわけなんですよ。その入札に失敗したら、でそれで背負いきれなくって。 そういうことになったっていうことだと思うのね。あ<ー>で私は私の立場をなくししかも多くの人の立場を失わせてしまった、うん、ああもう生きていられないっていう、うん、ことだと思うんですけど。なんかその話を聞いてね<で>思い出したのが <laughs> うん、うん、私が大手のテレビ局とですねとあるアニメのプロジェクトを進めていた時に。<laughs> うんうん、大手のテレビ局から1000万ぐらいお金を預かってですね、えーあの、アニメのプロジェクトを進めた、まあ、これもだいぶ前の話なんですけど、うんでえー、そのアニメのプロジェクトがですね、アニメ制作会社が潰れるということになって、作れなくなったんです。で、受け取った1000万円、これね、当時、私、大金でした <laughs> <い>、ね。で、それをですねあの潰れ、えー、プロジェクトが潰れたっていう瞬間にですね、 私はですねあーのー、自分の貯金や何もかもはたいてですね、1000万、テレビ局に返金したんですよ。うんうん、で、それでもう即日、そのテレビ局のお偉いさん、ねえー、のところと、その上司に、あのこの度は大変申し訳ありませんでした、もうお金は返金いたしましたっていうふうに謝罪したんですよ。うん、で、それで、後からね、 そのテレビ局の役員の人と部長さんが、笑い話でね、だいぶ経った後ですよ。いや、清水君のあの時の謝りっぷりと、この返金のスピード、惚れ惚れしたよ、すごかったねっていうふうに褒められたんだよね。ほ<う>で、でもね、多分それ、話聞いて、やっとつながりました。私は、私がなんで返金したか、もし見てたら、ごめんなさいね、その役員の人が見てたら、申し訳ない、もう定年してると思うけども、あの、 あ私がね、その瞬間考えたのは、損得なんですよ。うんうん、ここで、ね、あのー、1000万をね、確かに大金だけども、ケチって、ごねて、いや、なかなか返せないんですとかって言うんじゃなくて、すぐに返金する、でそして謝りに行くことによって、しプロジェクトは失敗した、ダメなやつなんじゃなくって、失敗したけど、すぐお金は返して、頭も下げて筋を通す、 すごいやつだ。もう一回仕事をお願いしようって思わせてやれ、うん、っていうふうに思っていたんですよ。<ー>私はね。だけど、下手するとその部長と取締役は、俺の顔を潰さなくてよかった。俺の立場を潰してくれなくてよかった。ありがとうって思ってたってことか。いや、そう,そうでしょうね。うんうんうん。なるほど。で、どっちが健全かって言ったら、俺自分、要するに損得で動いた方が世の中まだましになると思うんだよで自分の尊徳で動くと楽観とか なぜ自分の損得で動くと世の中がましになるかというとですね、うん、あの将棋倒しが起あなるほどねうん,ふん,ふん,ふんう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 んだからそのみんながその立場上の理由で動いてると、うん、私の立場があの人の立場がとかいうのでこうんですね、うんうん、そうしたらその何かが動き出す時に、うん いやこれなんか私に意味ないよね、抜けますっていうふうになるじゃないですか、こ、うん、これこれいや動いてる前の話と今の話と違うやんってうん、うん、で契約上はこ,れこうやからこれやらないかしゃあないかもしれないけど私に意味ないからその契約上やらないといけないことはやるけどうん、うん、他知らんからってな,うん、うん、なるじゃないですか、その自分の利益で動いていたら。 だけど、そのみんなが立場で動いてると、です契、ね、約とかも関係ないわけね、うん、でこのこれを動かしていったら、これが動かなければ、私の立場は失われるし、みんなの立場も失われて大変なことになるって言って、<ー>どんなに自分が損をこいでも頑張るんですよあなんかそれでだんだん思い出してきたと、昔、電通の子会社とゲームのプロジェクトでやったことがあるんですよ。すすごい立場悪い悪仕事ですね、うん でこのだ,いぶうだいぶ前で、<laughs> まあ、うん、千万の仕事なんですよおうおうで。で、電通の人が、とにかく進めてくれと言う,言うんですよね。<laughs> とにかくで、とにかくね。と<で>う,ぞどうぞ、うん、進めてくれって言われて。で、それで私が言ったのは、すみません、契約書まだなんですけど。って言ったんですよ。おうん。いや、契約書なしで仕事とかできないでしょ。契約書ちょうだいって言ったんですよ。<laughs> でそしたら「いやいやいや契約書とかいいからとにかく進めてくれ」って言うんですよ。<laughs> で「え電通の子会社だよね」って。でしかも役員電通から、あのー、来てたよねって。で上場企業の子会社が「契約書抜きにとにかく進めてくれ」って何ていうか分かんないじゃないですか。だだからら <laughs> 仕事やるんだったら 発注書を出して契約書を結んでそれでからでしょおかしいじゃんっていうふうに言ったんですよいやだからまあそれは分かった分かった分かったまあそれは分かったんやけどもとにかく進めてほしいんだよ私の顔もあるからねとかって言われて <laughs> 何言ってんねんのっていうふうに思ってでもすすっっごい真剣に言ってくるんですよあ<ー>でよもさ普通に考えてね例えば東京大学に 入学しますって決まったじゃないですか。で、入学の願書とか、ねあの、入学の書類いっぱいあるじゃないですか。ね。うん、で、それはまあいいから置いといてくれた。合格したらいんだ。とりあえずお金振り込んでください。いいからお金振り込んでください。っていうふうに言われたらさ、不安になるじゃん。とりあえず合格、合格書くれないの無理ですよね。いや、合格書とかはいいんだけども、もうってるのは分かってるんだから、<laughs> 入学金振り込んでください。とりあえずさい。<laughs> 言われ,やれ普通に考えて。よ えなんか騙されてんのかなって、絶対おかしいって思うでしょ、だから<ー>私いや、本当に何言ってるのか分からなかったんで、しかも、ちびちになんども何度もかけて、清水君はこの仕事をやってくれないのかいとかって言われて、いや、やるって、やるって決めてるから、契約書を結んでくれたらやるよと、でしかも、金振り込めって言ってるわけじゃないんですよ、契約書を結んでくれたらスタートしますから。 真剣に何度も何度もかけてきてさ、おおで、なんか私の立場があって意味あったんやろうな、おお<ー><れ>、なんなんですかね、でも<う>ね、でちょっと最終的にあの私がどうしたかって言うと、あのいやとりあえず一筆書いてよって言ったら、はいはい、一筆あなたの名前でいいから一筆書いてくださいと、ええええ、ね。 で、えー、発注します、よろしくお願いします、えー、これこれこういうゲーム、これこれこれ何千万円でっていうのを一筆書いてくださいと。で、一筆書くっていうのも、そんなハンコとか押したりね、するのもいらないから、メールで残してくれって言ったんですよ。<ー>じゃさあ、そう、分かった分かった、清水君の気持ちは分かった、うん、とにかくやってくれって言 <laughs> <laughs> 詐欺や、それ <laughs>。で、じゃあまあ、とりあえずあの、それが契約書なしでやれって言うんだったら、私、仕事辞めますわって言ったんですよ。まだだって仕事も ななん,結んでないで口約束だ,けだっって言ったら怒り出すんですよ <laughs> でいやまあでもなんかようわからんのでまあまあ仕事渡す気になったら言ってくださいっていうふうに言ったら3日後にさ契約書送られてきたんや。お<う>じゃああれ何やったんやろって何やったんやろ3日で送ってくるんやったらでしかも別にそんなすぐ作らへんとやばいとかじゃないんだよ。お 何や,って何やったんやねでも多分もうね清水君に任せたからねうちの仕事はねもうすぐ進んでくれてるよとかっていうふうになんか言ってたんと思うよね会議とかで<ー>でそれがうまく <laughs> この言えなくなるから真剣に私の立場がとか私の顔がとかっていうのがあったんやろうなあれも契約書送ってくんやったら だから大急ぎで作ったんだと思いますよ、それは。お,<ー>お不思議。不思議やね。しかも急いでる仕事じゃないんでしょ。そうです。うん。で、それでゲーム作るじゃないですか。うんうん。で、ゲーム納品するじゃないですか。ね。で、それでゲームが売られるじゃないですか。思った以上の売り上げが上がらないっていうふうに言い出すわけですよ。金返せっ,って言ってくるわけです。え 返せって言っ言てくるんでですよねでそれに関してね、ねあ,<ー>あのえちょっと待ってください。そういう契約じゃないですよ。<laughs> もし、それだったら売るのはあんたら。でもし、そういう契約にするんだったら売れた時にいくらかレベニュー、まあ、レベニューって言うんだけども利益を私に分配してくださいよと。ねそういう契約と違いますよねっていう話をしたらさ。 お前は役ザかーとかって言われてさ。<laughs> 俺、俺、伝通にヤクザって言われた。すげーって思ったんだけど、え、ちょっと待って、何言ってるのか分かんない。な,なんで俺が契約にないことを要求され続けてるのに、それを断ったら、<laughs> お前ヤクザかーとかってう言われても、あれ多分でも、あ<ー>立場とか、そういうのを渦巻いてる人たちだったら、はいはい そういうういい会話にならならんだろうねあ多分それ立場が上昇れてるやったらその立場を失わせてしまったら申し訳ないから。うんうん、でというわけであのそこのお偉いさんに電話して「なんか私役座扱いされてるんですけどなんかおかしいんですか?」っていうふうに電話したら、うん、あの一切電話がかかってこなくなってお金を返すこともなくなったっていう。 そうい,ういやまあそうやけど仕事もなくなるいらんもそんなんいらんけどみんなそれを帰えてやるからそ,それですねだからその契約書なしで本当に仕事させて売れなかったら金返してもらうつもりだったんですうん何が電通っていうふうに思った20代の頃す, <laughs> すごいね <laughs> ほんまにそうすんねやろねそう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 そ,そう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 そ そいいつの立場はもううなんんだうね、うん、よそこを契約なしでやってっそれでクソ芸能品したわけじゃないよ、うん、お前のプロモーションがあかんかったんやんけっていうぐらいプロモーションちゃんとやってなかったんだねそういうケツをさ他人に回すための手口なんだろうね、うん、すごいですねでもまあそういう感じで、うん その電通の子会社のおっさんがそこに立ってるという感じ。うんあかんねんな、だからそういう立場そしたら、その、この人の命を守るためには何をしたらいいかって発想ならないうんうん、うんうん、立場上しないといけないことは何かっていう。ことになるんだね。うん、でもそのためには頑張るんだけど。うん そのためには、だから、そのねシンガポールのその少ー者まで、うん、命を投げ出してでも頑張るんだけど、うん、でもそれはその自分のためじゃないんだよね。あのね、みんなもっとね、自分の損得で動かなか、<laughs> もっと健全な欲求に突き動かされないとダメです <laughs> そ,うそうそう、自分の損得に基づかない動きはやっぱり弱いよね、動きがね。ダメですえといそか、全体性を失ってしまうから。うん 変なところに力入るんこれだから、その、えっと多分あの安倍がーとかって、安倍さんがさ、こんな人に負かるわけに、ね、は、うん、いかないですが行言っちゃったからさ、うん、そのこんな人シフトなんだと思うね、うんうん、これ、この警備。うん、そううやろうな、うん、で、そのこんな人シフトだから、うん、その、後ろが甘くなるんだよね。うんうん うん、やれやれあちなみにこの連続写真はいこれ面白いですねこれフライデーか、うん、これえっとお送りしますがおいなんていうか立場で仕事しても立場で得られるものはもうないよこれ発砲の時の連続写真 このガードレールの内側に入ってるんだそのが奈良県警の警備員じゃないこの左端のあそうねこれ警護員でなん斜め後ろ見てますね最初からねああなるほどなるほどでこうバーンってこの煙が出て、うん、慌てて振り返っている。うん なこんんこれ一発目これ一一一発発発発目一発目目ででしょすかね二発目かなまあとにかくあの今日の教訓はですね、えー、立場立場上っていうのでいてたらね<ー>あのもう立場で得られるものっていうのはどんどん減っていくからねうーんでそういうところであの身を捧げるっていうことはプラスにならないんでそういうのはダメですよっていう話と私があの数多く会っていた えー、よくわかんない人たちの思考回路が分かってちょっと面白かったです。<laughs> だからね、大手の幹部の人ほど本当そういう傾向強かった。もう意味がわからん。というわけでね、じゃあどういうふうにこれからの安倍晋三さんがいなくなった後に生きていくかっていうのは、そういう立場とかを守るんじゃないんですよ。自分の健全な損得感情で生き抜いていかないとだめだね。じゃあそれは何なのかっていうのが、はいはい この期間限定再発売した東大教授が本気で語る世の中の新人シリーズにね、あのそのヒントがたくさん入っておりますので、まあこれ期間限定販売となっておりますので、お早めにお買い上げいただけると嬉しいなということで、今日も読書、チャンネル登録といいねよろしくじゃあねー